では内装ドアトリムから見ていきます。ウィンドウスイッチパネル周り綺麗ですね。こんな感じで特に気になるようなところはありません。で、内装です。フロアマットの、こっち側ですね、ここ欠品です。で、レカロのフルバケ RSG です。これがですね、2脚、入っております。まあシートも綺麗な感じですね。こんな感じ でステアリングはノーマル、まあ、特にスレとかはないですね。綺麗な感じ。よいしょ。で、ダッシュボード上、まあ、ちょっと乗り跡が残ってるかな。でデフィの3連メーターがついてと、いった感じですね。でシフトノブは、無限ですね。でオーディオは純正の CD-MD といった感じです。で ETC がこちらに、装着されております。ちょっとエンジンかけてみます。イオン油圧水温ですね。で、秋元のマフラーが、入って、まあ、駅前にも変わってるんで音量はねそれなりに、大きめですかね。でアクセルのレスポンスの方も比較的、いい感じです。よいしょ。でこの車ですね、ロールバーが入っております。こんな感じ、こんな感じで、まあ結構綺麗に、ちゃんと作られて入ってますね。で、助手席側はまあ特に気になるようなところはないですね。綺麗な感じです。内装もまあ最低限の、温度管理のメーターだけついている感じで、シンプルにまとまっていると、そういった感じですね。以上です。